近年米中関係が悪化するにつれ中路関係はますます緊密になってきているように見られていますそして今年2月中路共同声明では両国の友情に限界はないと宣言していますロシアによるウクライナ侵攻が始まると中国はこれまでに多くの軍事技術を提供してくれた長年の同盟国であるウクライナを見捨てロシア支持に回りました 北京は未だに侵略戦争であることを認めることを拒否し、中国国内でロシア寄りの嘘を広めています。しかし一方で、20年以上も前からロシアに対して中国は様々なスパイ行動を行ってきています。<music>